ウィス、今回は新しい情報が来ているんで見ていこうと思います。と言ってもね、これだけなんで、まあそんなにね、長い動画にはならないというふうに思います。はい、裏道の新生超重力に新フロア、裏英国の万竜が追加ということで、まあこれ告示されていましたね。称号万竜が獲得できるスペシャルダンジョンが先行で登場。このダンジョンが7月14日金曜日18時、明日ですね、挑戦できるようになりますよということですね。はい。で、こちらのダンジョンがスタミナ99、バトル15、クリアするとプラス2970で、キングタマドラ5体とスーパーヌエル10体、であとは、6枠潜在がドロップしますよということで、表の方はスーパーヌエル10個と、6枠潜在1個かな。なので、まあ、キングタマドラ5体が追加されているっていう形ですかね。まあ、昨日ね、その、超覚醒の仕様変更というか、仕様追加ですごいいざござしていたんで、このキングタマドラっていうのを見るとね、いろいろと思うところはあるんですけれども、まあそういうことなんでしょうね。はい。というのが追加されますよと。で、ここが大事です。また、裏英国の万竜フロア追加に合わせ、下記の調整を行います。未知の申請と裏未知の申請をコンティニュー可能に変更。まあ、ここはいいでしょう。で、この下ですね。裏未知の申請内の、裏早急の潜竜フロアから、スキルターンプラス1の特殊ルールを撤廃ということで、なんかしれっととんでもないことが書いてあるんですけれども、まあ、これは、まあ、どういうことかというと、読んで字のごとくですね。で、まあ、スキルターンプラス1っていうのは、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、簡単に言うと、こちらのモンスターのスキルが溜まるまでのターン数が1増えるというルールですね。なので、2ターンスキルは3ターンになる、10ターンは11ターンになる、25ターンは26ターンになるっていうような形で、まあ、これによってね、その今まで例えば2体で変換ループができていた、まあ、ロボシリーズとかがね、そういうのが、変換ループできなくなったりとか、まあ、3体必要になったりするわけですね。とか、あとはそのハロウィンチャコルみたいな、軽減ループの、スキルがループしなくなったりとか、あとは、ま、当然変身キャラを使ってる場合は変身ターンも増えるんで、まあ、スキブの計算がめちゃくちゃになったりするんで、もう本当にスーパーハイパーウルトラアルティメットバイオレンスゴミクソ仕様なんですね。じゃあその分敵がマイルドになってるのかっていうと全然そんなことがなくてですね、半減激減スキルを要所要所で貼っていかないと即死するような先制攻撃とかも普通に飛んでくるダンジョンになっていますんで、まあ、対策しなきゃ積むレベルのギミックも一通りあります。だからすごくね、攻略の糸口がつかみづらい、なんかこう自分のやりたい攻略をさせてくれないだけの、その難しいとかいう感じというよりはシンプルに不愉快で楽しくないダンジョンなんですよね。うん。で、こういうダンジョンごとの特殊ルールっていうのは、まあそのうまく使えばね、もちろんその面白くなる場合もあると思ってるんですよ。まあ、僕がよく話してるのは、例えば裏神秘とか裏四次元みたいな特定のタイプとかレア度のキャラクターの能力が上がるみたいな、こちら側に有利なルールっていうのは基本的には歓迎するべきだと思ってるんですね。で、その手のルールのいいところっていうのは、必ずしもそのルールに乗っ取る必要がないっていうこと、そのルールから外れたキャラクターをパーティーに入れてもいいっていうこと、まあ、もちろんそれに乗っ取れば、有利になるけども、それはあくまで選択肢にとどまっているんで、こちらの自由度っていうのはそんなに大きくは奪われていないから歓迎するべきかなっていうふうに思っているんですね。まあ、その分敵の能力が超暴力的になってて、もうそのルールに乗っ取ることが前提とかになっちゃってたらちょっと問題はあると思うんですけども、まあその通常ルールの表ダンジョンっていうのをベースに作るもんだと思うんで、そしたらまああとはね、その倍率を調整するだけの話になってくるんで、そんな大きな事故は起こらないんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。だからそういうのはいいなって思ってるんだけど、こういうね、そのこちらが一方的に不利になるだけの制約を課すルールっていうのは、そのこちら側のやりたい遊びを奪っているだけなんで気持ちいいわけがないんですよね。うん、その全属性必須とか、あとは同キャラ禁止くらいだったらまだしも、まあ、超重力も今となっては当たり前になってますけども、この超重力もそうだし、あとは超高度とか、レベル1から始まるやつ、なんて言うんだろう、ローグ式っていうんですかね、まあ、ああいうのってもう今となっては単なるストレスでしかないんですよね。でましてやこんなスキルターンプラス1なんていうのは、もうとにかくスキルをループさせて毎ターン確実に軽減を排出攻撃をするっていう、その今のパズドラのシビアなゲーム性すら否定してしまってるんですよ。いやいや、お前ら軽減ループだの変換ループだのを散々商売しておいて、なんでそれを自分から潰すのって、我々はもちろん運営目線からしても結構わけわかんないことやってるはずなんですけれども、まあでも結局消すんだねこれをねはい、まあいらないから別に消すのはいいんだけど、まあでもそうね、消えたとして
マイナスだったものがゼロになるだけなんで、まあ、これ自体を褒めるとか僕は特にするつもりはないですかね。はい、っていう感じですね。まあ、そのクエストダンジョンみたいな、その1回きりで階層も短くてっていうようなダンジョンでたまにこういうことするんだったら、まあギリギリ許容できなくはないけども、まあ、常設ではやんないでほしいですね。はい、本当に不愉快だけですっていう感じですね。はい、で、称号チャレンジがあります。時間は25分ですね。で、期間が8月13日、長えな、1ヶ月。長くね。まあ別に長くて損することはないんでいいですけども、はい、称号チャレンジが、ありますよということで、クリアするとまんじゅう、まだ取ってない人に対してまんじゅうが届きますよということですね。はい、っていう感じです。まあ大きな変更は一応ありましたね。で、あと一応その山本大輔氏が、このルール変更に対して、もっといろんな方にチャレンジしてもらいやすくなるように常設の高難易度のダンジョンルールを見直しました。これはあれかな、今回の裏千住以降もなんか変更があるのかな、ちょっとわかんないけども。で、百花繚乱の新フラーなども準備中です。引き続きよろしくお願いしますということで、まあなんか昨日のね、いざこざを上書きしようと必死なのかなっていう感じが見て取れますね。はい、っていうところですね。まあでも僕は表の方でまんじゅ取ってるんで別にどうでもいいかな。よっぽど暇だったら、まあこの期間中に1回ぐらいクリアできればいいなっていう感じですね。はい、って感じです。よかったら皆さんの感想も教えてください。以上。